ビジネスブックコレクション。経済力とは何だろうか。グローバル市場でシェアを獲得し、グローバル企業の利益を最大化し、グローバル投資家に配当金を多く支払うことが経済力なのだろうか。あるいは貯め込んだお金の量を増やしていくことか。断じて違う。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、あなたの常識を論破する経済学。この本は三橋さんが日本の経済力を強化するために、経済力とは何なのかなど分かりやすく解説してくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。